田ちゃん、おはようございます。おはようございます。今日は視聴者の方に、はい、りさちゃんに聞きたいお悩み相談をやりたいと思います。はい、いつもはおしゃべりでお悩み解決してたんですけど、今回は実践というか、まあ練習場でできる解決策をやってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。アプローチ編に入ります。はい、まず短い距離のアプローチから入ります。はい、短い距離のアプローチをきちんとローテーション、またローテーションなんですが、まあ、アプローチになるとこうあんまりこう手を使わないでやっちゃうみたいな悩みだと思うんですけど、ローテーションしてゆっくり振りたいんですが、コツとかありますか？短いアプローチで、しないよね。短いアプローチでローテーションは基本的にしないです。もう体開いてるじゃん、こうちょんって、基本的に短い本当になんかその辺のボールぐらいとか、そうね、だったら、まあ、その辺だと10ヤードぐらい、10ヤード、15ヤードぐらいだったら、基本ローテーションはせず、フェースの面を変えないぐらいの感じでやった方がいいと思います。結構その距離で15ヤードぐらいでローテーションさせようとしちゃうと、ちょっとトップが出ちゃうかなと思って、その辺の距離だとノーローテーションでいいと思います。練習場でアプローチは10ヤード刻みに転がしたり上げたりいい感じですが、いざコースだと距離感やライの影響で合わなくなってしまいます。なんかいい方法ないですかね、10ヤードアプローチ。10ヤードアプローチでコースに出ちゃうと、できない、合わなくなっちゃう、多分それはきっと傾斜に騙されていて、ボールの位置だったりとかが多分合ってないのかなと思います。練習場ですごくいい感じっておっしゃってるんで、悪そうな感じはしないかな。コース行ってその寄った寄らないはちょっと分かんないから、そのフェースに乗った乗らないって考えるといいかもしれない。なんかちょっと薄かったなとか、あ、ちょっと今厚く入りすぎたなとかっていうのを考えた方がいいかな。あ、今のはフェースに乗ったとか、あ、今いい音したとか、なんかそういう捉え方をするとじゃないかな。多分練習場でできてるってことは、そのコースの傾斜がうまくお友達になれてない、そんな感じがします。どうだろう。じゃあリサちゃん、実践で短いアプローチやってもらいましょう。そのボール、一番手前のこのボール、そんな多分フェイスローテーションはしないのかな。もう体が最近開いてる分、ボールに近づく感じで打ちます。ボールが落としどこじゃなくて、ボールに近づける感じで打ちます。ちょっとフェイスをちゃんと見せようかね。はい、ボールの位置はちょっと右寄り、ちょっと右寄り、これでこの距離でフェイスローテーしちゃうと、ちょっとトップが出ちゃうんじゃないかな。本当に出た、本当に出た、すごい。この距離で、フェイスローテーション、多分ただの手打ちになっちゃうので、この距離だったらフェイスローテーションがいらない。こんな感じでやってます。はい、続きまして、50ヤードぐらいのアプローチいきたいと思います。はい、50ヤードぐらいのアプローチいきます。ウッスさん、50ヤードぐらいのフェアウェイからのアプローチのコツを教えてほしいです。鉄増田さん、ウェッジのフルショットでボールの下をくぐってしまいます。小さい振り幅のショットはある程度思った通り打てるんですが、コツがあれば教えてください。まあ50ヤード以上のものでこういう悩みが2つ来ております。はい、
多分2人目の方はゴルフ歴が長くて、うんうん、でなおかつ下をくぐらせるのが得意な感じだったと思う多分ね多分、うんうん、そんな感じがする、うん、50ヤードぐらいフェアウェイからだよね、うん、から打つ時のコツは、自分が10ヤード、20ヤード、30ヤード、40ヤード、50ヤードでフルショットしない動きだね。私だったらこの3度、56度でこれでまるで60ヤードぐらいで見てます、うんうん、でその間、10、20、30、40、50は自分のここが10、ここが20、ここが30、40、50とかっていう段階を、ここからここまでだったら50ヤード飛ぶっていうのを決めてる、決めて振り幅ね、これでどんだけ飛ぶよ決めて打ってます。で、さっきの下くぐっちゃうとかっていうのも私もそれは嫌なので、ちょっと厚めに入れてます。厚めにって、ボールの先を打っていくような、ちょっとこうダフルクリーンに打つ感じっていうよりかは、ちょっとかませながら飛ばしてるような感じです。その方がこうしっかりバチンと入る感じです。私の感覚だと、まあ、クリーンに入れるっていうよりかはちょっと深めに入れて、ちょっとダフらせながらハーフを取りながら跳ねていくっていう感じです。そう、あの旗ぐらいだったの、うん、あっち側ね、内側の旗に行きます。ダフった？うん、今ぐらいの感じであえて打ってます。厚めにね、厚めにちょっと入れます。ごめん、ダフったって聞こえたごめん。似てる私にすごく当たってるんじゃないかなと思って、うん、体重右に残ると絶対そうなるよ ね、うん、基本私がこの56度で打つときは基本体重をちょっと左に置いて打ってます、うん、右に置くこともないし真ん中に置くことも正直ないですよ、56に関して、うん、ちょっと左に置いて上から押すような感じででスピングかかってっていうイメージなので、そのスクーチをしちゃうっていう方はちょっと右に乗ってそのまま右に行ってすくってで距離が出なくてショートっていう感じかな。多分その人ね、フェアウェイバンカー苦手だと思うよ推測でこれは50ヤードなんで肩から肩ぐらいの、うん、しっかり決めてね、決め打ちをするっていうのはすごく大事です。とっても大事で、私ももともと50ヤード、40ヤード、30ヤードってすごいショートする人だったんだけど、一回もう考え方を変えてショートじゃなくて全部オーバーさせようと思って、ずっとやってた時期があって、コースでとにかくピンより全オーバーつけようと、うん、っていうと、あ、こんなに振っていいんだっていうのが分かる。あ、もっと振ってよかったんだ。だいたいミスってショートだよね。そう、特にアプローチの場合はやっぱ奥に行かせたくないっていうのがあって、うん、ショートしすぎちゃう、うん、セカンドでオーバーすることはあっても3打目はだいたいショートする。なのでもうその1日のテーマを決めて、今日はアプローチ持ったらもうとにかくピンの奥につけるっていう課題を持ってやると、ちょっとあ、なってよかったんだとか、もっと突っ込んでよかったんだっていうのが多分自分の中で芽生えてくるから、それもいいかなと思います。
なるほど、ありがとうございます。完全に私の感覚と実体験と、うん、やってきたことなので、これが全てがなんか正解じゃないので、広い心で見ていただければなと思います、うんうん、なので何が一番自分にとって分かりやすいかと、何が一番合ってるかっていうのをこうちょっとずつこうピックアップして聞き入れてもらえたらなと思います。100人いたら100通りの教え方があると思うので、自分にこれは合うなって思ったものだけ取り入れてもらえたらなと思います。ペコリペコリバイバーイ。チャンネル登録お願いします。